入ってくんな、後ろ、後ろ入ってくんな。違うんだよ、俺が今やりたいのはな、このお姉さんにな、できるかデコレーションできるかやってみたんだよ。お前らは入ってくんな。分かったか、なんでお前が入ってくんだ、おかしいだろ。おい、入っちゃった。入ってくんな。誰だお前、誰だお前、なんでここの人たちは写真を向けるとピースしながらんだ、おかしいだろ。普通にいたらだいぶやべえぞ。なんかすっごいな、なんかすっごい通るな。あえてここ通る人の神経がわかんねえよ、おかしいだろ。まあいいや、あ、間違えた。そっか、これ押すとこうなっちゃうんだ、内壁になるんだ。ってことで、グッモーニング、 My name is バカオジ。うー、 Thank you。 さあ、龍が如くセブン、続きからやっていきましょう。で、前回がですね、ハンピン・リューマンが働いてるという倉庫でね、バイトをして、まあ、潜入捜査みたいなことをしたんですけど、まあいろいろとね、なんか偽装やら何やらちょっとよくわからないことをしてまして、で、一応ね、バイトし終わった後に乙姫ランドに戻れって言われたんで戻ってきたんですけど、この前になんか野々宮さんっていうね、なんか叫んでる女の人がいたんですよ。とりあえずやべえなと思って、怪しい人だなと思ってそこでやめたんですけど、っていう感じで大丈夫そうでしょうか。前回の話これで大丈夫そうでしょうか。大丈夫ならいいんですけど、大丈夫じゃないなら前回の話を見てくださいってことでいきましょう。この女の人は誰なんだろうな。おやすみかな、関係する人だと思うんだけど。野々宮さん、鎌滝ですけど。すんごい珍しい名前、島の名前かな。何か用でも、もしかして面接希望とかですか。あー、それはまずいね。あ、いえ、面接じゃないんですが。あ、よかったよかった。あなたは。ああ、春日一番と。俺は春日ってんだ。バカ王子だ。一応この店に雇ってもらってたものなんだけど。そうそう、店員さんですか。そうなんです。すみませんが、野々宮さんいらっしゃいますか。うわ、知らないんだ。今日会う約束してたんですけど。うわー、ちょっと待って、知らないんだね。あ、いや、うわー、ひょっとして知らない。亡くなっての知らねえな、これ、はい、その野々宮さんは亡くなったんだ。あー、どうだろう。え、うん、だよな、そうだよな。おい、この姉ちゃん白目向いてるぞ。いや、しっかりしろ姉ちゃん。笑っちゃダメなんだけどね、笑っちゃダメなんだけど、アニメみたいな驚き方したからごめん。まあそうなるよな。そうなるよ。ちょっとは落ち着いた。すみません、ありがとうございます。いいんだいいんだよ。ずっと電話が繋がらなくて、うん、何かあったかとは思っていたんですが、まさか亡くなっていたなんて。いやー、きついよな。まあきついよ、そりゃ驚くよな。ところで姉ちゃん、名前は。え、さっき聞いただろ、かまかかかま。私はエリ。言えてない、なんだっけ、やべ。一番成果という会社で社長をやってます。社長さん、社長さん。エリちゃんか、社長ってすげえな。若いのに大したもんだ。変態ジジイども一番成果っていいな。俺も名前一番って言うんだ。春日一番、奇遇だな。全然奇遇じゃねえよ。なんですか、一緒にすんな、困ってた。横浜で一番美味しい店にしたいっていう思いで祖父がつけた名前なんです。看板商品も一番せんべいで。いいじゃん。へえ、食べてみてえな。思ってねえだろ。それで野々宮さんとはどういう関係で。一番だから食べてみたいとかあんじゃねえな。野々宮さんは私に代わってうちの会社の社長に就任してくれることになっていたんです。あの人すげえな。今日はその件でお伺いしたんですが。あの人すげえな。野々宮さんが社長に。社長にもなるの。あれ、顔広くね。ご存知ない。ないですね。ああ、受けてません、ね、だって姉ちゃんの会社一番成果ってことはお菓子屋だろ。風俗じゃねえもんな。うん、確かに。もともとは祖父が作ったせんべい屋から始まった会社で、はいはいはい、祖父が亡くなり父の代になってからは他のお菓子の販売や飲食店経営なんかも手掛けるようになったんです。人長の中ではそこそこ有名で、そこそこ大きい会社に成長してたんです。なんだそこそこって。けど。けど超有名でとか言えよ。実は
3年前父が病気で亡くなってしまいまして、いやいやいや、母も幼い頃に亡くなっているので、いやいやいや、後継者がいなくて。ちょっとかわいそすぎねえか、エリちゃん。それは環境にちょっと。その頃私はまだ学生だったんですが、父や祖父の思いの詰まったこの会社をなくしたくなかったので、学校を辞めて私が継ぐことにしたんです。めっちゃ偉い。私なりに必死に勉強して頑張ったつもりなんですが、いや、私は完全に素人ですし、経営は苦しくなる一方でした。社長だもんな、学生のうちから。そんな中、甘い話を持ってきた詐欺師みたいな連中にあっさり騙されてしまって、そいつらにほとんどの店と授業を奪われてしまったんです。なんでこういう子を騙すのかね。ひでえな。結局残ったのはせんべい屋だけ。本当、父や祖父に合わせる顔がありませんよ。借金もできてしまって。全然大丈夫。このまま続けてもさらに傷口が広がるだけ。頑張ってんだもん。そう思って不本意ながらもう一番成果を締めようと思っていたんです。でもそんな時、救いの手を差し伸べてくださったのが野々宮さんなんです。野々宮さん、お前どんだけいい人なんだよ。お前どんだけ優しいんだよ。野々宮さんはもともとうちのせんべい屋の常連さんで、私が赤ちゃんの頃から娘のように可愛がってくださっていたんですけど、うちのピンチを聞きつけて協力を申し出てくれたんです。やべえな、あの人男の中の男だよ。店の借金を全返済してくれて。全返済、やば。俺と一緒にこの会社を立て直して、このうまいせんべいの味を守ろうって。なんで行っちゃったんだよ天国に。野々宮さん、野々宮さん、男気あるじゃねえか。見直したぜ。ふざけんなよお前。本当に俺はてっきり野々宮さんは弱みにつけ込んで姉ちゃんをこの店で働かせるような人間だと思ってたぜ。後ろの写真が台無ししてるんだよこの悲しい時。他の人にはどうか知らないですけど、まるまる女優に見せんの。野々宮さん、私には優しかったから。いや、優しいよあの人は。全員に。しかしよ、いくら常連とはいえ社長を引き受けるなんていうか、もっと金を稼ぎたかったのかね。それもあると思うけど、多分あいつの夢のためよ。夢。夢？うん、偉人町で大きな会社を経営する、それが昔からあいつの夢だったの。酔っ払った時に何度も聞かされたわ。やっぱりこの BGM もあるけどちょっと泣きそうなんだけど。でっかい会社を作ってこの町に受け皿を作りたいんだってね。俺の頭の中に野々宮さんがいっぱい浮かんでたんだけど。やばい。いや、何？おいおいおい、偉人町いい BGM の時入れんな。こんなの行き場をなくしたどん底な人間が集まる町。変態この BGM 入れんな。この町ですら居場所をなくしてしまった人間はもうどこでも生きていくことができない。だから俺はそんなどん底にいる行き場のない連中を全員受け入れられるようなでかい受け皿を作りたい。乙姫ランドもそういう思いでやってるんだってね。いやいや、やばすぎだろ野々宮さん。立派な考えじゃねえか。なんでだよ。まあそんなこと言っておきながら従業員に無理させまくるブラック経営をしてたくらいだから、どこまで本気だったのかわからないけどね。いやでもな、しょうがないっちゃしょうがないんじゃないかそこは。でも確かに実際行き場のない俺たちを受け入れてくれたのはこの店だけだった。確かに確かに。野々宮さんは本気だったんじゃねえかな。私も野々宮さんは本気だったと思います。俺も思う。俺も思います。じゃないとこんな金の匂いのしないせんべい屋引き受けてくれませんよ。いや、多分本当エリちゃんを助けたいがためにやったんだ。もっとお金になる話は世の中にたくさんあるんですから。いや本当にそうだと思うよ。この子を助けたいがためにやったんだよ野々宮さん。じゃあ私はそろそろ帰ります。え、皆さんご迷惑かけてすみませんでした。え、カイちゃんどうするの。でも会社はどうするの。そうそうそう、閉めようと思います。いや、ちょっとそれは私なんかが社長を続けていくのはやはりもう限界です。若いもんな。代わりの経営者が見つからないなら畳むしかないと思います。
才覚のない私がこのまま経営したところで遅かれ早かれ会社は潰れる。きっともう潮時なんですよ。そんな悲しい顔すんなよエリちゃん。そんな悲しい顔すんな。本当にそれでいいのかよ。大切なお父さんたちとの思い出が詰まった会社なんだろ。そうだよ、俺らがいるじゃねえか。嫌ですよ。頼れ。本当はえだって私の大好きなパパやおじいちゃんが一生懸命育てて守ってきた会社なんですから。そうだよな、そうだよな。でも野々宮さんにも頼れないし、赤字続きで従業員もほとんど離れてしまった。そんな悲しい顔すんな。もう私には頼る人も打開策もないんです。いるじゃねえかここに。どうしようもないんです。いるじゃねえか、ここにいるじゃねえか。一番でも全ては身から出たサビ。悪い奴らに騙された私がいけないんです。騙した奴らが悪いエリちゃん悪くない。何やってんだろう私。ねえちょっと待って、本当に本当に情けない。いや女の子こんな感じで助けを求めてるんだ。やるしかねえだろ。よし分かった。さすがだお前。何さすがだお前。姉ちゃん安心しろ、あんたの会社俺たちが何とかしてやるぜ。もう俺と一番つながってますわ。もう本当にいいんですか。当たり前だろエリちゃん、当たり前だろ。ドンと任せておけって。ここで会ったのも何かの縁だ。そうだ、名前も一番成果なんて運命感じるじゃねえか。それは感じねえ。それは感じねえ。お前何言ってんだよ本気か。レディがこんな悲しい顔してるんだ。このまま放っておけねえだろ。そうだ、かわいそうじゃねえか。そうだ、この町に受け皿を作りたいっていう野々宮さんの熱い思いに俺共感したんだよ。うん、そりゃ俺も共感はするけどよ、経営なんてそんな甘いもんじゃねえんだぜ。知ってるよ、知ってるけど。分かってるさ。知ってるけど。だけどよ、俺らには仲間がいる。野々宮さんは俺たちの恩人だろ。そうだよ、行く場所のない俺たちを唯一受け入れてくれたのはあの人だぜ。君たちがいるじゃないか仲間が。叶えてやりてんだよ。うんうん、俺たちの恩人が志半ばで叶えられなかった夢をさ。そうだよみんな、あの人への恩返しになるんじゃねえかって思うんだ。仲間やろうぜ。いっちゃん、いっちゃん、いつの間にいっちゃんって言うんだよ。え、待って待って、いつの間にいっちゃん。お前らしいな。いつの間にいっちゃん。まあこうなったらどうせこいつは俺たちの言うことなんて聞かねえ。そこじゃない、やってみりゃいいじゃねえか。応援してるぜ。ありがとう。え、え、え、応援してる。足立さんやらないの。お前ならやれる。おい頑張れよ一番。え、町の人を救うなんて勇者みたいでかっこいいじゃねえか。ちょっと待って、一番ならできると思うわ。あれ頑張ってね。あれあれ、おおおお、仲間、やっぱ俺だけ。あ、チームメイト仲間は、その本当にいいんですか。男に二言はねえよ。えな、二言はねえ。男に二言はねえ。社長だろうが総理大臣だろうが大統領だろうが何だってやってやるぜ。うん、任せろエリちゃん。いいんだよ、本当にありがとうございます。君の笑顔が見たいだけなんだよ。おう、おう、よろしくなエリちゃん。エリちゃん、はい、もう笑顔じゃねえか。ちょっとそれじゃ早速うちの会社を見てもらえればと思うんですが。うむ、よろしいですか。うむ、任せろ。分かった。よし、春日社長。よっ、春日社長。おい、よっ、春日。バカにすんな、バカにすんな、おめえら。お前らな、おめえらバカにすんな。おい仲間はどうした。お前ら仲間じゃねえ今日から。ここがうちの会社です。看板をどうにかしろ。1階は販売所になっていて細々とせんべいを売ってます。せんべい屋って昔からここなのか。はい、初めて来たかも。ただ騙される前は従業員も多かったからもっと大きなビルに移っていたんです。すごいね。結局身ぐるみ剥がされてまた元のこの場所に戻ってしまったんです、ね、いいじゃん、馴染みの場所っていうところで。事務所は2階です。ついてきてください。任せてください。大丈夫か俺と一番で。バカとバカだぞ、できるかこれ。本当にできると思ってんのか。いやできるだろ、
男に入婚はねえって言っただろさっき、な。ここが事務所か。狭くて汚いところですみません。そんなことないよ。おう、エリちゃんおかえり。お、この人がメールで言ってた。おばあ様。そう、春日さん、二宮さんの代わりにうちの会社を手伝ってくれることになったの。春日さん、バカおじです。私の祖母です。私に残された唯一の家族です。体の調子がいい時は下の販売所の手伝いをしてくれたりしています。いいおばあ様じゃないか。鎌滝留じゃ、よろしゅう。留さんか。留さん、春日一番だ。よろしくね。いい名前だ、留さん。なんだ。うん、ちょっと年がいっとるし、はい、変な髪型じゃが、めちゃめちゃディスる。骨太でいい筋肉をしておる。あ、めちゃめちゃ変態。なかなかいい彼氏じゃないか、エリちゃん。あらら、ちょっとおばあちゃん、彼氏とかじゃないから。え、人の話聞いてた。エリちゃん、メールでなんて言ったの。あら、ちょっと照れになって。すみません、春日さん。いいんだよ、エリちゃん、いいんだよ別に。なんだ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 。おう、コケッコッコ。おお、なんて鶏が。この子はうちのペットのコケコッコです。コケコッコ、会社のスポット的な存在で、とってもいい子なんで安心してください。そうなの。美味しい卵も産みます。やめろよ、ニワトリやつ、焼き鳥やつすんだよ。間違えた。よろしくな、コケコッコ。まんまじゃねえか。さて、まずは経営の仕方をお伝えしなきゃいけませんね。レクチャーさせていただきたいので、準備ができたら声をかけていただけますか。めちゃめちゃ難しそう。やば、いや難しい。じゃあちょっとこのコケコッコにね、ちょっと話しかけてみますか。経営の仕方を説明します。おお、準備はいいですか。え、お前が喋ってんの。え、お前そんな可愛い声だったろ。いいね、はい、おう、いいぜ。それじゃあひとまずやってみましょう。ニワトリ、もうなんか始まったよ。春日が社長となり、物件販売や営業で利益を上げて会社を成長させていく会社経営シミュレーションって絶対無理。俺絶対無理。漢字も読めねえ俺がよ、社長になれるわけねえだろ。バカ社長だよそんなん。バカにされちまえよ。横浜で一番の会社となるべく株価ランキング1位を目指します。株価とか難しいの来たわ。会社経営は営業4回、決算報告、株主総会までを一期として進行していきます。もうここの時点でわからん、ここの時点でわからんもん。なお会社の経営資金は春日の所持金として使用することはできません。逆に春日の所持金を会社の経営資金として運用することもできません。はあ、なんだなんだ、違うゲームになったぞ。なんだこれ。カズカさん、会社経営は営業の売り上げで利益をなんちゃらなんちゃら。経営の雰囲気をつかむため早速営業をやってみましょう。え、営業開始。よっしゃ、はい、営業開始だ。なに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 、なに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 、はっはっはっ、どういうこと。摩擦がすっごい飛んでってるだけなんだけど。あ、赤字ってことかこれは。社長やる気に満ちている。営業開始。何それ、何始めます。ははははは、ごめんごめん、なになにこれ、なにこれ、え、いいね、え、説明して。おい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 、人生ゲームなのかこれ。何なんだ、何を見せられてんだ。おい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 、何見せられてんだ、教えてくれ。まず今これ何の時間。なんか早くなった。なんか、いや待って待って、これ多分ね、思ったんだけど、これ赤字なんじゃねえかなと思うんだよね。でさっき黒いとこがちょっと出てきたじゃん、あれが黒字なんじゃないかな。だから多分これ赤字で止まったらアウトなんだけど、止まっちゃったね。前回の営業結果です。うわ、マイナスすご。おお、おお、大赤字じゃねえか。だよね、大幅ダウンだ。だよね、上がっちまったか。ランキングがダウンしました。と、まあこんな感じで営業を重ねていきます。いや、めちゃめちゃ赤字だったよ。どうです、割と簡単でしょ。バカなの。なるほどな、平気な顔して赤字だったよ。ちょっと待てよ、なんか成功したような口調で話してるけど全然赤字じゃねえか。そうだよな、そうだよな、そこ突っ込もうぜ。いいところをつきますね。そこしかつけないわ、エリちゃん。今うちにはろくな従業員もおらんし、設備もボロボロじゃ。はいはい、そりゃ普通にやっていたら黒字にはならんよ。じゃあどうすりゃいいんだい。お金を使って設備をグレードアップするとか、はいはいはい、広告を打つとか、うん、優秀な人材を確保するとかしないとダメですよね。そのためのお金はありません。じゃあどうすりゃいいんだよ。それを考えるのが彼氏の仕事じゃ。そうだ、マジかよ、とんでもねえものを引き受けちまったな。押せ押せ、俺は最初から気づいてたよ。じゃあとりあえず
人じゃ無理だ。どうにかして設備とか人に投資するための金を確保する手立てを考えようぜ。でもうちなんかに出資してくれる人なんていないし、また借金するしかないですかね。せっかく野々宮さんに返済してもらったのにな。めちゃめちゃ可愛い声で。彼氏誰かおらんのか。彼氏っていうな。資産家の知り合いとか、金持ちの親友とか、石油王の幼馴染とか。やべえな、トメさん。俺はヤクザ上がりの無職だぜ。トメさん、そんなの言うわけ。あ、待って。どうしました？ニック、ニック一人いるな。え、ニックじゃない？ニックじゃない？というわけなんだよ。頼むよ、ニック大型。ほら、ほら、ほら、この会社と野々宮さんの思いを守りたいんだ。ほら、何食ってんだ。少しでも構わねえから。何食ってんだ。出資とかいうのを何食ってんだ。できねえかな。できんだよ、せんべい。ニックだ。久々に出た。ほら、ニック。ニックどうしたの？ニック大型。エクセレント！あの人を思う心、すごく胸に刺さったよ。おお、感動した、エモーショナル。やった、ニック。ニック、僕が君の会社に出資してあげよう。さすがだわ。本当か？うわあ、ニック、ニック大型。ニック、僕も経営者の端くれ、無条件で金をばらまくほど甘い人間じゃないよ。はいはいはい。出資するからには3つの条件を飲んでもらいたい。任せろ、ニック。条件？なんだなんだ。それが飲めるなら出資を約束しよう。マジかよ、やるやる、なんでもこいだぜ。エリン、誰も奪わねえから。条件っていうのは？左右みんな、エリンちゃん。1つ目は会社の資金をマイナスにしないこと。要は僕の渡す準備金も含めて会社の所持金が絶対にマイナスにならないようにしてくれ。おいおいおい。もしマイナスになったら、こちらもそれ相応の手続きを踏ませてもらわざるを得ない。ボランティアじゃないからね。それでも構わないかい？ああ、もちろんだ。よろしい。では、本当に大丈夫か？決められた期間内に横浜の株価ランキング100位以内の企業になること。株価ランキング、うん、難しい。会社の価値を司っているランキングだよ。株価が上がればランキングも上がる。そのランキングで100位以内に入ってくれ。さっき159位だったぞ。まあ、一番や会社のポテンシャルを考えたら100位以内になって余裕だと思うよ。マジか。だから緊張感を出すためにも期限を設けたい。期限は後ほど連絡するつもりさ。それでいいかい？俺中高ので、3つ目は学校テスト。最後の条件は下から数えた方が上。時間はいくらかかっても構わない。最終的に株価ランキングで1位を取ってくれ。株価ランキング1位。まあ簡単に言うと、エリちゃん奪わねえ。誰も横浜のてっぺんを取れ。誰も奪わねえから。横浜で一番の企業になれってことさ。それが約束できないような経営者に僕はお金を払うつもりはないんだ。さあどうする？やるっきゃねえだろ。やるに決まってるだろ。よくわからねえけど、やるなら一番だ。横浜で一番成果を、一番でけえ会社にしてやるさ。寒い、寒い、寒いな。オッケー。じゃあすぐに支度金代わりに第一段階の出資をしよう。まずはその金を使って設備を整えるなり、社員を入れ替えるなり、教育するなり、好きにするといいよ。わかった、ありがとうよ、ニック大型。感謝の必要はないよ。君の会社が無事に育ったら、こちらもきっちり回収させてもらうつもりだからね。期待しているよ。じゃあ、アディオス。ニック、ありがとう。すげー、こ、羽地や。彼氏、やるじゃないか。いや、まあ彼氏だからな。お主になら、抱かれてもいいぞ。トメさん、年考えて。本当にありがとうな、バーサー。トメさん、気持ちだけ受け取っておくぜ。年考えて。すごいです。エリちゃんならいいんじゃないか。ありがとうございます、春日さん。抱かれたい俺に。お礼ならニック大型にいいな。それにただもらえたわけじゃねえ。条件付きだ。資金をマイナスにしない、期限内に株価ランキングを100位以内にする。うむうむ。最終的に株価ランキング1位を獲得する。の3つですよね。弓はでっかくね。ああ、そう。ニック大型の気持ちを裏切るわけにはいかねえ。その約束は絶対守らねえと。100位以内か。難しいかもしれんが、頑張るしかないの。じゃあ、ですね、早速この資金を使って
ちの会社の立て直しを始めましょう。えい、皆さん、えい、準備ができたら声をかけてください。わかった。ああああ、おー、500万投資むなしく結局赤字になっちゃいましたね。前より良くなった気はするんだが、はい、経営ってのは難しいな。ただ単に金を使えばいいってわけじゃないんだな。カットしたんですけど、めちゃめちゃよくわからなかったんで。会社経営は言うなれば、どこにお金をかけるかという選択の連続じゃ。クソわかんなかった。人を重視するのか設備を重視するのか、やり方は人それぞれじゃが、今だけでなく未来を見据えたお金の使い方が大事かもしれんの。そんなのね、もうわかんないよ。未来を見据えた投資か。頭から湯気出ちゃうわ。経営ってのは奥が深いぜ。でも今回は赤字でしたけど、まだ挽回はできると思います。僕はもう無理だよ。次はちゃんと黒字を出して資金を稼いで、その資金で投資を重ねて、はい、一番成果を復活させてみせる。よし、エリちゃん、株価ランキング100位内を目指して頑張りましょうね、春日さん。いや、春日社長。あ、もうここまで言われたらやるしかねえな。でもん、君も思うかい。デリバリーヘルプで新しいキャスト呼べるようになりました。コケコッコ呼べるようになったの？お前呼べるの？てか俺デリバリーヘルプ一回も使ってないんだけど、まだすんげえ忘れてた。そうだよな、デリバリーヘルプあったんだよな。忘れてたわ、すっかり。へえ、長い一日だったな。おかしいだろ、俺だよ長い一日。明日はまた半品貿易講師のバイトか。今日は部屋に帰って寝るか。そうしましょう。疲れた日は早く寝よ。そうしましょうって、お前も当たり前のように言うな。仲いいね。言うでしょ、仲間だし。おい、俺はもう仲間じゃない。さっさと帰るわよ。お前らはもう仲間じゃねえんだよ。おい、裏切り者。まさかあいつ裏切り者。俺に惚れたんじゃねえだろうな。いつもは悪態ついてるが、それは愛情の裏返しってやつで。バカだ、ダンバさん。ありえねえよ、心配すんな。ねえ、今晩私がみんなにお夜食作ってあげよっか。ええ、え、お前料理できんのか。やだよ、一緒にしないで。できるわよ、ナンバさん。じゃあ買い出しに行くから、なんちゃん荷物持ってよね。なんちゃん、なんちゃんって。おい、仕方ねえな。単純だなこいつ。単純だな、なんちゃん。きっと彼女は仲間ができたことがよっぽど嬉しいんだ。でもなんだ、なんかこれでいいのかなって思う時もあってよ。まあ確かに俺らと一緒に危ない橋を渡ってるわけだからな。ああ、そっかそっか、そうだよな。でも彼女の望んだ道でもあるわけだし、ああやって元気に頑張ってるんだ、応援すべきなんじゃねえのか。ねえ、そうだね。じゃあちょっと行ってくるから。いいね。あ、料理も作ってくれたの。料理シーン見たかったわ。いやー、しかし夕べは散々飲んで食ったな。またか、またやったのか、バカか。これないな。いい気分転換になったぜ。二日酔いでバイトとかきついだろ。ああ、さて倉庫に向かおうとするか。早いとこ半品料行使の不正の証拠は見つけようぜ。じゃねえと俺の身が持たねえからな。はい、シェイシェイ、次の人。はい、シェイシェイ。何やってんのそれ。100万元ね。ちょっと待ってて。お、もう慣れたね、さっちゃん。慣れてんね、もう。あれ、足りない。監督さん、すみません。どうした。金庫のお金が足りません。何？いや、これ疑われちゃうんじゃね。今日は急な仕入れが立て込んだからな。バーウィス、シャウトゥーダーシェンチンジェンディーラ、シャツ1、フゲ2万。すげえ、俺、何て言ってるか分かる。这个当初讲好的不一样吧。え、俺何て言ってるか分かるんだ。批发价不算你这么便宜，就是因为说好当场付现的。
字幕没钱的话东西我们可要收回去了バカだ俺知道了我去银行抽钱回来はいはいはい三十分钟后你们再过来这次可要准备好啊放心了相信我めちゃめちゃイチャモンクレームつけてきたやん大丈夫疑われないかなそこで少し待ってろはいあ？あの木箱は確かなんだこれただの紙じゃねえか中華料理に紙なんて使うのか偽札だやっぱりすごいすごいすごい。喂、钱筹好了没？あ、お金はまだ。不好意思、让你们久等了。やば、やば、すごいなそれは。堂々とよくできるなゴリラ。え、偽札？あれは偽札に間違いない。さすがは。コナンまさか俺そんなことが分かってたんだよだってどう考えたっておかしいだろう支払いの追加の金はどっから湧いて出てきたってんだ銀行で下ろしてきたんじゃねえのかいや現場監督は2階に上がったっきり外には出てねえでも奴が1階に降りてきた時には手には金の入ったケースを持ってたんだすげえなそれも2階にでかい金庫があるんじゃないのかそこに大量に金をしまってるとかよだったら最初からその金庫からお金を準備しておけばいいじゃない確かにうんそうだけどよ単純に準備するのがめんどくさかったからとかでも仮に金庫があったとしてそれなら30分もかからず金を持ってこれるはずだ、うん、そうだよなだからさっきの営業担当の連中が来た時には足臭そうだけど実際に金はどこにもなかったのさでもお金は出てきたあの建物のどこかからみんな、ね、そこであの木箱の登場だ覚えてんだろ箱の中身を盗み見してフカヒレやらアワビを見た時紙の入った箱があっただろああの紙束の入った箱のことだな、うん、現場監督は支払いをする前あの箱を2階に持って行ってたんだあそうなんだじゃあまさかあの紙が多分あの紙は偽札の原料に違いねえあれを使って急いで偽札を刷ったんだすげえなじゃあ2階に偽札をする設備があるってことかああ多分なそんならここで輸入している商品は全部偽札で買ってるってことかすげえそれはいくらなんでも大胆すぎねえか確かにいやありえるわここでは取り扱う全ての商品を現金で買い取ってるのこれだけ大量の取引があるのに全部現金よ今時さすがにおかしくないペイペイだろうな今時はまあそうだなペイペイだろうな固くなに銀行を通さないには絶対に何か理由があるはず、うんうんうん、その理由のヒントになるのがこの会社の高い利益にありそうよねなるほどね俺もそう思うペイペイなんだよペイペイペイ二人だけで納得してんじゃねえよごめん現金払いにしたいのは偽札を使いたいからよ銀行振り込みじゃその手は使えない そして偽札で支払ってるからこそ買取額と同じ値段でレストランなんかに食材を売っても利益がしっかり出るのよ、なるほどつまり仕入れがほとんどタダなわけだからなちょっと難しい話なんだけどおまけに偽札は売り手が中国に持って帰るから日本で足がつくことはねえ、うんうん、大胆だがよく考えられたしのぎだぜ社長の真淵はなかなかの切れ者だおお、マサトむしろ真淵は鼻から偽札の洗浄を目的にしてるのかもしれねえマネーロンダリングってことが何やそれ無所に入ってる時に同じ部屋の奴らが話してるのを聞いたことがある海外の札は日本のに比べて簡単に偽札が作れるってただ普通は海外の偽札を作っても日本円に変える手段がねえだろ銀行に持ってきゃすぐに偽物だとバレちまう、うんうん、だけどマブチは現金商売の貿易会社をかませることでそれを簡単にやってのけてんだ一番頭いいね毎日入ってくる食材はロンダリングの隠れ蓑に過ぎねえわけか、
ねえ、俺だけじゃんとにかくこれでマブチの不正の尻尾がつかめたってことよね。全然わかんねえ。これをネタに脅してマブチを呼び出せればね。待て、ここまでの話は俺たちの推測に過ぎねえ。確実に偽札が作られてる証拠をつかんでマブチに突きつけなきゃ。向こうも出張っちゃ来ねえぞ。さすが元デカ。だったら2階に忍び込んで偽札が印刷されてる様子を盗み取りすればいいんじゃない？そんなことできんか？そんな簡単に行くかな。2階は忍びの要だ。警備も厳しいに決まってるぜ。もしもとっ捕まりゃただじゃ済まねえだろう。なんかやりそうだな。そんな危険を犯さなくたって偽札をこっそりと1枚持ち帰ればいいんじゃね。サイコは支払い係なんだしよ。無理よ。帰りのボディチェックが半端じゃなく厳しいって言ったでしょ。今から思えばあれは支払い係が偽札を持ち出さないための対策よね。ああ、なるほどね。だったら俺が持ち出す。荷下ろしの方は帰りのボディチェックはねえんだ。仕事中にこっそり俺に偽札を渡してくれねえか。大丈夫かそれ。やってみよう。大丈夫。絶対に見つからないように気をつけろよ。見つかったら終わりだぞ。うまくやるわ。でもさっちゃんのことですすごいよ。明日で肉体労働ともおさらばだな。明日気合い入れてくぜ。じゃあ今晩も美味しいお夜食作ってあげる。おスタミナつけなきゃ。え、そのシーン見せてくれよ。買い出し行くよ。また俺もうクタクタなんだけど。でもなんちゃんって言われていいよ。俺が行く。そう、俺俺。はい、残念なんちゃん、バイビー。いやー、デートみたいだね。これは。ねえ。こういうの待ったよ。一番は昔ヤクザだったんでしょ？え？ああ。やっぱり怖い場面とかいっぱいあったんでしょ？辛くなかったの？ピエンだったよ。それはまあな。撃たれたもんな。でも。どこからが怖くてどっからが怖くねえのか。そのハードルって人それぞれだし、時間が経つとまた変わるもんだし。あの撃たれたからもうそれ以上の怖さないからね。でも逆にわかるよ。私も昔の自分だったら今の状況なんて手も足も出なかったと思う。でも今の自分は違うんだよね。何でもできちゃうっていうか、怖いものが吹っ飛んじゃったっていうか。ね、でも危険だって分かってんならもっと気をつけなきゃ。平気よ平気。さあ早く行こう。強いよなさっちゃん本当に。だけどね、多分ね、心の中ではね本当に弱い女の子だったの。だから俺らがちゃんと守んないとね。